キャンプ飯研究所。はい、皆さんこんにちは。キャンプ飯研究所です。今日は11月12月にクリスマスに向けて作ってきたメニューを6メニューまとめてみました。それぞれの詳しい作り方はそれぞれの動画をご覧いただいた方が分かりやすいかと思います。一気に6メニュー見たいよという方はこちらチャプターなどを利用して見ていただければと思います。キャンプに限らずお家でも簡単にできるメニューになっていますので、どうぞお楽しみください。はい、ナレーションを交えながら進めていきたいと思います。まず袋に強力粉 125g を入れて、アーモンドパウダー 25g を入れます。そして軽く振ります。イースト菌 3g を袋の端っこに入れます。そして同じ方向に砂糖 20g を入れます。そして逆側、袋の反対側にお塩を 2g 入れます。で、牛乳と卵を合わせて 90g になるように、卵液を作りまして、そちらの卵液をイーストと砂糖の方をめがけて入れていきます。溶かしバターを 30g 入れます。ラム酒を大さじ1/2、こちらはお好みで、お子様がいる方は入れなくても大丈夫です。そしてよく揉んでいきます。袋の中で完結するので手が汚れなくてとても楽ちんです。形を整えて30分ぐらい発酵させていきます。大きさがだいたい2倍になったらよろしいかと思います。気温の低い日は湯たんぽと一緒にクーラーボックスとかに入れると発酵しやすいです。そして大きさが2倍になったらミックスナッツやドライフルーツ 90g ぐらいを入れて混ぜ合わせます。2つ折りにしていきます。少しずらした2つ折りにします。はい、これで生地は完成です。これをよく熱したダッチオーブンの中に入れます。ご家庭では普通のオーブンでも大丈夫です。強火190度ぐらいで20分から30分焼くとこのような感じでいい色目がつくかと思います。はい、バターとラム酒をそれぞれ塗っていって、子供が食べるときはラム酒は塗らなくても大丈夫です。仕上げに粉砂糖を振っていきます。溶けにくい粉砂糖というのが売っているので、そちらを使用すると白い色が綺麗に見えます。はい、完成です。1つ目、ソーレン。はい、2品目はラム酒が香るクリームチーズディップです。シュトーレンと同じような材料でできるので作ってみました。まずドライフルーツはラム酒につけておきます。そしてナッツを砕きます。キャンプではハンマーなどを利用して砕くと子供たちと一緒に楽しく作れるかと思います。クリームチーズの量は食べたい分量を適当にご用意ください。ドライフルーツをラム酒ごと入れて、ナッツも入れてよく混ぜ合わせます。そちらで完成です。一晩冷蔵庫で置くと馴染んでとても美味しくなります。硬いヨーグルト、ギリシャヨーグルトなどでもとても美味しいと思います。はい、バケットなどに無造作に塗って、ミントなど緑を入れるととてもパーティーっぽくなると思います。3品目は白身魚とムール貝のアクアパッツァです。ムール貝はイオンで買ったんですが、なかったら普通にアサリなどでもいいと思います。オリーブオイルでニンニクのみじん切りを炒めていきます。ローズマリーを入れてください。すごく美味しくなります。高級感が出ます。マダイの切り身を焼いていきます。両面焼いていきます。お野菜はパプリカを用意しましたが、ズッキーニなど何でもいいと思います。そしてイオンに売っているムール貝ガーリックバター味、こちらを用意したんですけれども、すごくボリュームがあって
安いんです。400円ぐらいで買えるんですが、もしお近くにイオンがない方はムール貝とかアサリとか、あの冷凍のものでもいいと思います。オリーブを入れていきます。そしてアンチョビをみじん切りにして、こちらも入れていきます。もっと早く入れてもいいです。オリーブオイルで炒めてる時に入れてもいいと思います。最後に水もしくは白ワインを 100cc 入れてください。そしてちょっと茹でていきます。はい、お魚に火が通ったらカラフルミニトマトを入れていただけるとパーティーっぽくなると思います。普通のちっちゃいミニトマトでもとても可愛いです。アクアパッツァはすごく簡単なんですが、見栄えがするというかパーティーっぽくなるので、皆さんぜひチャレンジしてみてください。レモンを輪切りにしたものを添えて完成です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、4品目は市販のお惣菜で作るおしゃれホットサンドです。こちら簡単にできます。食パンに市販のお惣菜のサラダを挟んでいきます。卵系のサラダを選んでエビをぜひ合わせてみてください。ホットサンドメーカーにバターを敷いていきます。上下にぜひ敷いてください。はい、耳が出ないように挟んで両面焼いていきます。いろいろな焼き跡がつくホットサンドメーカーがたくさんあるので、皆さん選んでみてください。とても可愛いですよね。こちらの断面の彩りを意識するとおしゃれなホットサンドになるかなと思います。2品目は市販のポテサラを乗せていきます。そこにハムを乗っけます。紫キャベツが本当は欲しかったんですが、この日はなかったので紫色ということで、これがアカラディッシュの新芽を使ってみました。そして追いマヨネーズをしておきます。はい、2品目のホットサンド完成です。ちょっと焦げちゃいました。紫色が綺麗なんですが、やっぱり紫キャベツの方が良かったかなと思います。このように並べて完成です。5品目は極上キャンプ飯ということで、牛肉の赤ワイン煮を作っていきます。この日用意したのはすね肉なんですが、塊肉なんでもいいと思います。塩コショウを振っておきます。そしてセロリはざく切りにしているんですが、後から取り出すのでもうちょっと大きく切っても大丈夫です。玉ねぎを薄切りにしていきます。人参はそのまんま食べるので乱切りに大きめに切っていきます。袋に野菜を敷き詰めて、そちらに先ほどのお肉を並べていきます。野菜でお肉を挟む感じで、パッキングします。そこに赤ワインを入れていきます。全体が浸かるぐらい入れます。キャンプでは瓶を持っていくと邪魔なので、全部ここに入れちゃってもいいと思います。あと赤ワイン350でお水350ぐらいの分量でも美味しくできます。これは入れ忘れたプルーンを入れています。8粒入れたんですが、プルーンはぜひ入れてください。美味しくなりました。こちらを一晩つけて、キャンプに行くときはこの袋のまま現地に持っていきます。お肉をピックアップして塩コショウを再度振り、小麦粉もまぶします。ダッチオーブンや鍋に油を敷いてお肉を炒めていきます。バターでもいいと思います。お肉の表面が焼けたらお野菜を入れていきます。きのこも入れます。このタイミングでもいいんですが、バター炒めをして後から添えても美味しいと思います。はい、袋に残った漬け汁と赤ワインの残りを入れていきます。お水を少し足してもいいと思います。お肉の表面が水から出ないようにクッキングシートなどをかぶせていてもいいと思います。炒
炒め玉ねぎも入れていきます。どんな味なのかちょっと味見をしてみました。そしてこれがポイントなんですが、ブーケガルニを入れてください。いろいろなハーブが入っているこういうスパイスミックスみたいなものなんですが、お料理が格段にアップするのでぜひ使ってみてください。はい、アクを取っていきます。そして2時間煮込んでいきます。はい、2時間煮込みました。こんなにグツグツさせてはいなかったんですけれども、あとは水分を飛ばして煮詰めてソースを作っていきます。ブレンダーなどを使える場合はセロリとかは取り出さずにこのまんまブレンダーにかけちゃっていいと思います。そして完成です。時間はかかるんですが手間は全然かからないので皆さんもぜひやってみてください。はい、最後はリンゴのダッチベイビーを作っていきます。リンゴを薄切り、こちらのリンゴは青森から届いたリンゴだったので蜜がいっぱい入っていてとても甘かったです。5ミリ幅ぐらいに切っていきます。フライパンやスキレットでバター 10g ぐらいを溶かしていきます。そこにリンゴを可愛く並べていきます。スティックシュガーなどのグラニュー糖を 6g ほどかけていきます。生地を作る間蓋をしておきます。卵1個を割り入れます。そこに小麦粉大さじ3を入れてよく混ぜ合わせます。牛乳 50cc を少しずつ何回かに分けてダマにならないように混ぜて生地が完成です。フライパンの方に流し入れていきます。本来はここでオーブンに入れて仕上げるんですが、今回はフライパンだけで作りたいということで片方を焼いていきます。はい、片側が綺麗に焼けました。ふわふわの生地です。上手にひっくり返して逆側の面も焼いていきます。はい、5分ぐらいで逆の面も焼けました。表面が綺麗な方がいいということでもう一回ひっくり返してみましたが、こちらで完成です。この上に本来はアイスクリームをのせるんですが、今回はマスカルポーネを準備しました。粉砂糖とあればシナモンをかけて完成です。はい、クリスマスメニュー6000いかがでしたでしょうか。クリスマスのパーティーにぴったりのちょっと映えを意識したメニューを作ってみました。こちらのメニューでクッキングのイベントもやったんですが、参加者の皆さんもとても簡単で驚いていました。ぜひお家でのクリスマスパーティーなどにご活用いただければとても嬉しいです。またこういうクッキングなどのイベントも考えていきたいなと思ってますので、情報をお待ちください。キャンプ飯研究所では今後もこのようなメニューを作ってまいりますので、チャンネル登録などしていただければとても嬉しいです。あとこういうメニューも作ってほしいですというようなリクエストもお受けしていますので、ぜひお気軽にコメントしてください。登録者の皆さんがどんどん増えているので皆さんとコミュニケーション取っていけたらなと思っています。引き続きどうぞよろしくお願いします。では次のお料理でお会いしましょう。またねー。